TV グルーヴイージャン特集。はい、みなさんこんにちは。 TV グルーヴ清水一です。山崎小麦です。はい、イーゾーン特集です。今回ご紹介するのはこちらの番組です。イーがお届けする Nose Job Tummy Talk Hello Darling 美しさは見る人の目にある。 I wanna look like a virgin again. He looked like a cartoon character. 完璧を求めた結果うまくいかないことも。 I've never seen this before. Your implant's upside down. そんな彼らにメイが挑む。 Our goal is to repair bad plastic surgery. 彼らの顔を救え。Thank you. New day. This is a dream. 整形手術の光と闇。 DTV で E-ZONE を見てね。はい、ということで今回はボッチと、整形手術の光と闇をご紹介します。はい、山崎さん、こちらはどんな番組なんでしょうか。はい、テリー・タブロー医師とポール・ナッシフ医師は LA の腕利きの形成外科医として知られている2人なんですけど、うん、大失敗した、ね、美容整形手術の被害者を救うという人気シリーズなんですね。うん、なるほど。そして今回もスペシャルゲストとしてティガラさんをお招きしております。はい、よろしくお願いします。まずボッチとってどういう意味ですか。これは失敗したとかしくじったとかミスったっていう意味なんですけど、うん、やっちゃったね。はい、アメリカはもうほんと整形大国で、うん、もう毎年何百万人っていう人が整形手術を受けてるんですけど、うん、やっぱりその病院によってすごい技術のある先生もいれば、うん、ライセンスもらわないで手術しちゃってる人たちもいるんで、危ないすごい危ないんですよ。うん、その危ない中でこう失敗談もたくさんあって、その失敗した人たちを、うん、この敏腕整形外科医のテリーとポールで直していくっていう番組なんで、本当に面白いですこれ。なるほどね。ティガラさんもロサンゼルスね住んでたこともあると思うんですが、うん、やっぱりすごく多いですか。めちゃめちゃ多いです。もう LA は、うん、もう整形してない人が、まあ、もちろんいるけれど、うん、女の子で、うん、ほとんど私が見た中でもう半分はしてました。うん、そんなに多い。ちょっとなんか鼻とか、うん、まあよく多いのがこのおっぱい補強手術とか、うんうん、あとはボトックス、あ、まあ日本ではプチ整形みたいな感じで言って、うん、お手軽にできるっていうのもあって日本でもちょっと人気らしいんですけど、うん、でもアメリカではやっぱりそのどっちかがすごく多くて、うん、まあ、それだけ身近だからこそいろいろトラブルも多いということで、こういう先生が登場するということなんですね。はい、わかりました。ではですね、こういろんなこう例を見ていきたいと思います。まずはこちらの方ですね。シーズン1ですごい強烈な印象を残してた人なんですけど、何でもバービーになりたい男性。すごいです。これはもうちっちゃい頃からもうバービー人形みたいに完璧になりたいっていうのを求めてて、初めて整形したのが18歳とかだったんですけど、そっからもう何回も何回も繰り返すっていうので、ね、こんな感じになりました。100何十回整形してるって言って、ってもう大丈夫なのって思っちゃうけど、なんか先生も顔負けなぐらいもう自分で図面を描いて、うん、ここをこうしてほしいって言って、ちょっとプロに近い感じで、なるほど、細かい指定をしてくるのね、整形に対して。こちらの例ですけども、うん、なんとすごい胸を出してますけども、うん、これ左がビフォー、はい、右がアフターということで、うん、胸を小さくしたってことですか。そうですね、若干ですけど、うん、それでもやっぱり、うん、めちゃめちゃビッグサイズですよね。そもそもなんか異様に、うん、なんかその出産したら胸がちっちゃくなっちゃったと、はい、昔私は大きかったのに、もともと大きい方なんです。ちっちゃくなっちゃって、それをすごいコンプレックスに思っちゃって、うん、入れたら大きすぎちゃって、うん、で胸と胸の間がくっついちゃってみたいな。胸がくっついちゃったんだ。今が本当だ。くっついちゃって危ないってなって、ちょっとちっちゃいのを入れ直したっていう。そう。なるほど。もう痛くて子供も抱っこできないみたいな状態になっちゃって、普通の生活ができないぐらい痛いみたいな感じだった。これはすごい危険って言ってました、ね、うん、お医者さん。なんかこれ胸もなんか典型的な整形例みたいなのありますよね。形がね、うん。胸は多いですね。やっぱ風船みたいな。うん、みんな大きく入れすぎちゃうんですよね、きっと。不自然なのにって思うんだけど、やっぱアメリカ人の方そういう胸を大きくっていう意識がなんか、ビガーイズベターっていうカルチャーなんで、アメリカ人露骨だから男性もね、うん、こういいねとか、うん、ね、こう反応がいいからまた女性もそれに乗っちゃって、確かにやるのかもしれない、ね、頑張っちゃうみたいな。はい、こちらも胸ですか。これそう、こちら胸なんですけど、うん、この人もともと男性なんですね。
そうなの。で綺麗ですよね。鎖骨とか綺麗ですけどね。ですごい綺麗で、で前に結構整形したら、うん、こうビフォーの方が結構鼻がシュッてこうなんか尖りすぎちゃってちっちゃくなっちゃって、はいはい、鼻がもうなんか鼻声になっちゃう。で胸もこう大きすぎるしずれてるしっていうのでやっぱり程よくねやっぱ。アフターはちょっとナチュラルになって鼻も直して、うん、胸もちょっとその不自然だったのを入れ替えて入れ替えて。でこの人ねもともと入れてたやつをなんかちょっと人気な人らしくて、うん、自分の入れてたその、うん、あの食塩水みたいなあれを売るって言った、うんうんですか売れるらしい。それがなんかファンがいるねなんかそういう方らしくてすごい。でもちろん下の方も性転換もしていてっていう。そう綺麗ですもんね。綺麗ですよね。女性みたい、うん、女性みたいで上から下まで完璧にやる人もいるんですね。大きすぎますよね。そうこれもやっぱりなんか大きすぎるパターンが多いですよ ね。みんなやっぱり大きくなりたいっていう願望があって、うん、入れるんだけど入れた瞬間に大きすぎたっていうのが、うん、多いです。やっぱ改めて考えるとそうなる人とか多くて、うん、でなんか肩が凝るとか腰が痛くなるとか結構体に支障が来ちゃうらしくって、それで変えるっていう方もいますね。形だけじゃなくて。こちらは鼻ですかね。そうですね、うん、なんか鼻の整形する方結構多くて、うん、こう私たちアジア人とはまたちょっと違うんですけど、うん、こう大きいのが、うん、鼻が高いのが嫌だっていう方が多くて、うん、小さく可愛くするっていう手術がすごい多いです、ね、逆ですね。日本と逆に日本は入れるのにね。そう私たちはこう高くなりたいとか鼻シュッてなったの素敵だなと思うんですけど、うん、向こうはやっぱ考え方がちょっと違って、うん、大きすぎなくて、うん、綺麗なちっちゃい形がいいっていう方はすごい多いです。ないものねだりじゃん。そうなんですよね。この人もちょっとそういう低くしたんですかね。上に尖ってるのなんかちょっと下向きにとか、うん、こだわりがあるんでしょう ね。はい、この人も鼻ですか、うん、そうなんですよ、うん、この方も鼻の手術やられて、うん、正直言って、うん、私たちから見たら、うん、あんまり変わらなくないっていう感じのビフォーアフターだったんですけど、うんうん、彼女の中ではもうとにかく気に入らないっていうことで、うん、やってほしいって言って先生たちのところに来たんですけど、もうちゃんと手術が終わって新しい鼻になった時は、うん、友達を呼んでパーティーして、うん、もう私が新しい鼻を見てっていうのでみんな喜んでくれてでも私それ見ながら分からない違いがって思ってたんですけど、うん、そうか確かに他人が見るの自分が思うのってすごい違うのかもしれない。違ったりとかするんですよね。こちらはなんかすごい強烈なんですけど、うん、どういうストーリーなんですか、うん、これは。すごいなんか風船おばさんみたいな一時期ありましたね、風船おばさんって言った。これの方実はもともと男性で、うん、見えない二十歳くらいの時から自分は女性になりたいっていうのに気づき始めて、うん、少しずつ手術をされたっていうトランスセクシャルの方なんですけど、うんうんはい、彼女がこのボトックス手術をした時に、うん、ちょっとイリガルな違法なクリニックに行って、うん、ボトックスを入れられたのが、うん、実はセメントだったっていう、セメントの素材が入ってあったものだっていうのに気づいて、うん、もうその後顔がボコボコになっちゃったのを助けてくださいって言って来たのがこちらのエピソードです、うん。でもすごい綺麗になりましたね。ボコボコかなり違いますよ。すごいですね、お医者さんたち二人の医師は、山崎さんなんか印象に残ったエピソードとかありますか。私はシーズン1に出てくるジャスティン・ビーバーになりたい、うん、男性でいて結構ね海外のこうニュースでも取り上げられたりしてた方なんですけど、はい、まあ、彼も結構もう何回もすでにその2人のお医者さんのとこに来る前にすでにもう自分で結構完成させていて、うん、結構本人に間違われたことあるって言ってて、ただ身長がすごい高いから、うん、あ違うって言ったけど顔だけが似てる。でもやっぱちょっと不自然。あ、そうなんだ。で、2人の医師にのところに来た理由は、うん、もうちょっとなんかシャープにしたいとか、うん、おでこをなんか狭くしたいって言って、でもお医者さん2人にはなんかもうそれ以上しなくていいっていうか、うん、必要ないし、なんかあんまりこの辺をいじると、ほっぺの位置いじると神経がいっぱい走ってるから、うん、失敗すると、ね、口が動かなくなっちゃうって、うん、ジャスティン・ビーバーは口動くよみたいな感じで言われて、うん、ちょっと追い返されてる感じだったんですけど、それすごいですね。結構インパクトありましたね。結構人気なのがジョン・ステイモスの目、男性にとっては色っぽいじゃないですか、セクシーなるほど。で、あとケイティ・ペリーの胸、なるほど結構人気コンテンツみたいな人気らしいですよ。なんかね、美容室行ってあの人の髪型してほしいみたいな、そうくださいっていう
感じで、そうって言ってました。はい、ということで見てまいりました、ぼっちと整形手術の光と闇ですけども、うん、もうぶっちゃけどうですか、これは番組面白いですか？すごい面白い、見出すとね、止まらない。私もすごい大好きで、うん、これはなんかみんな整形手術とかってどんな世界なんだろうって思うじゃないですか。でみんなのバックグラウンドとかストーリーがあって、うん、こういうところに来てるんだよっていうのがいろんな人生があるんだなと思って、うん、そういう視点でも面白い、楽しめますね。確かに人間ドラマですね、人間ドラマ、ね、で結構リアルに見せてるよね、映像もね、手術シーンモザイクあんまないよ。そう思うないよ普通にザクザク切って胸とかザクザク切って取り出して、これがひっくり返って入ってたんだよとか言ってこうやって出したりして、すごいラフですよね。すごい、こんなシューズの仕方なんだと私は見たことないから、こんなのが入ってるのみたいな感じで、すごい面白いですね。なるほどね、はい、でもいろいろこういう失敗例もあっても、人はやっぱりまた整形手術を受け続けるので、ね、やっぱ人間ってこう変身願望なんでしょうかね、そういうのってあるんでしょうかね、やっぱりね、やっぱりコンプレックスがあるとか、うん、皆さんそういうのあると思うんですけど、うん、それをどうにかもっと良くしたい、克服したいっていうので、うん、続ける方が多いんだなと思ったんですけど、うん、でもやっぱりね、見た目じゃなく、うん、自分の内面でもちゃんと自信を持てるものを持ってからの、うん、そういう外見を目指すっていうのはあると思うんで、うん、そこはすごいね、考えさせられたんですけど、うん、でも結構ハッピーな方も多かったんで、うん、確かに最終的にはみんなすごい、そうなんですよ、だからなんか、あ、整形も本人がハッピーだったら全然ありだなっても思える番組で、すごい面白いです。はい、ということで見てまいりました、ぼっちと整形手術の光と闇はですね、動画定額制見放題サービスの DTV でご覧いただけます。はい、 E-ZONE はもちろん映画、ドラマ、音楽、アニメなど、なんと12万タイトルがいつでもどこでも見放題、下のリンクからご加入ください。はい、次回はですね、第10回目最終回となります、うん、なんと E-ZONE特集ね、はい、次回はですね、ハリウッドサイクルという番組を取り上げたいと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう、さよなら。皆さんこんにちは、 E-ZONE ホストの助真キキです。ぼっちと整形手術の光と闇シーズン3では、信じられないくらいずさんな手術の患者がたくさん登場します。それでは見てみましょう。 Terry DeBrow, nice to meet you. Oh, wow. E-ZONE. You think he's kind of hot? So you're here to have your eyes checked. あの二人が戻ってくる。It's like Christmas. I'm gonna take these two on the road. 今シーズンは、oh. 今まで以上にクレイジー。 Don't you hateMan boobs. I don't think about it because I don't think I really have much. So you're in denial. 整形しよう。 We're going where no man has gone. I've heard that before. ぼっちと整形手術の光と闇は、 E-ZONE でお楽しみに。